ヘが型解剖艦は日本海軍が第二次世界大戦において運用した解剖艦の艦級である。主に戦団護衛に用いられた。基本計画番号は E21 ビット。量産性を最重視し、それまでの日ぶり型、ウグル型よりもさらに小型化、簡略化を推し進めた艦級である。なお、兵型の名称は計画時の故障であり、 各書籍などで普遍的に用いられているものだが、海軍が定めた、艦艦名は、第一号型海防艦である。同系艦は56隻が巡航した。日本海軍は、第二次世界大戦の後期に、大量の護衛艦を必要としていた。エトロフ型以降、対戦、対空性能及び量産性を重視した海防艦を建造しようと努力し、かなり簡略化が進められた。 日ぶり型、ウグル型を建造するに至った。しかし、戦況の悪化に伴い、それ以上の護衛艦艇の増強が求められたため、小型化をさらに推進、艦型もさらに簡略化し、量産性に適した艦を建造することとなった。設計は、ウグル型解剖艦と、ほぼ同時期の1943年3月頃に開始されている。期間は、生産が、 比較的容易な型であった、カンポン式23号オツ型ディーゼルを搭載した。本艦級ではこれを2機搭載したが、合計出力が1900バリー機しかないために、最高速度は、ウグル型より、低下、16.5ノットとなった。ただし、対戦兵装は充実しており、爆雷搭載量も120個と多い。ただ小型化により、居住性が著しく低下した。 艦の名称は一番艦が第一号解剖艦と命名され、その後は奇数番号が付けられている。完成本部監督のもと、三菱重工業及び日本鋼管を中心に建造が進められ、後にさらなる増産のため、新潟鉄工所などの中堅メーカーにまで建造が委託された。特に日本鋼管は、管制本部四部員の遠山孝一海軍技術、 中佐、五部員の魚住順次海軍少佐、日本交艦鶴見造船所技師の石井、都市を海軍中尉の尽力で、海防艦の量産能力や品質面で、他の造船所を上回る多大な成果を挙げており、平が高い防艦は、艦船本部の移行により日本交艦に大量の建造が発注された。一番艦は1943年9月に寄港し、1944年2月には、 瞬行している。百三十三隻の建造計画が立てられたが、五十三隻が戦争中に完成し、二十六隻を喪失。戦後に福音輸送用に三隻が完成している。戦後、総会艦や特別輸送艦の指定を受けた各艦は、海大南号と海上の上をのおのの任務に従事した。爆弾が命中した瞬間の一号解傍艦。その後、沈没。 感名春工日から喪失日、原因、もしくは戦後の様子など、ありがとうございます。